今回のサノテレはご覧の内容でお送りします。4月6日春の恒例イベント第46回大井関桜まつりのイベント会場でもある大井関公園にて泉佐野市 PR 大使の委嘱式が行われました。この度全国に泉佐野市の魅力を発信していきながら交流人口の増加を図り、また泉佐野市のイメージ向上につなげ、そして観光等の新規振興を図ることを目的に、我が清流王音の葉様に泉佐野市の PR 大使にご就任いただくこととなりました。せっかくでしたらですね、この新しくなった大井関公園の桜祭りで委嘱式をさせていただきたいというふうにお願いさせていただいたところ、急遽ではございましたけれども、このように応じていただいた次第でございます。今後とも音の葉様におかれましては、音楽を通じて泉佐野市の魅力も多く発信していただきたいなというふうに心からお願いを申し上げます。この度泉佐野市 PR 大使に就任されたのは和楽器デュオ音の葉さん。泉佐野市出身の大谷かな子さんと坂上明さんのお二人で活動されています。私は、ここ日根野で生まれ育って、日根野小学校、日根野中学校、そして高校も佐野高校とずっと泉佐野で育ってまいりました。で、今までたくさんのご縁がつながって、今日はこうして PR 大使として就任させていただくことになりました。本当に、ご縁をつないでくださったたくさんの皆様、ありがとうございました。そして、私はここ泉佐野市が本当に大好きなんです。海もあって、美しい山があって、でお野菜があって、でお肉もあって、で歴史的な名所もたくさんあったり、でいろんなことを体験できるスポットがあったりと、本当にこんなに豊かな町って世界中探してもここぐらいしかないんじゃないかっていうぐらい、本当にいい街やな、泉佐野ってほんまにいいな、素敵やなって思ってます。本当に大好きです。国内をはじめ、ヨーロッパや中近東、アジア諸国など世界30カ国1500公演の実績を誇る和楽器デュオ音の葉さん。和太鼓、三味線、篠笛などさまざまな和楽器を駆使した演奏は海外からも高い評価を得ており、昨年もオランダ、ベルギーをめぐるヨーロッパツアーを大成功に終えるなど、和楽器の魅力を世界に向け発信され続けています。さらに本市の文化庁及び観光庁事業において、3つの日本遺産に関わる神社や名所での演奏にも携わっておられ、市内各所のイベントでも活躍されています。夏にお盆の時ってこう、私の地元日根野の野の地蔵という地区なんですけど、盆踊りがその当時はあって、で私盆踊りがめっちゃ好きで、浴衣を着て家族で行くのがとっても好きやったんです。でその時盆踊りの上で地元の野の地蔵の青年団のお姉さんとお兄さんが佐野くどきを歌ってるんですよね。でその佐野くどきを歌う練習したり、でいつかは青年団に入って佐野くどき歌って、あのお三味線弾いてやりたいなって思ってたんですけど、私が青年団に入る頃には盆踊りなくなってしまったんです。でちょうどその青年団も解散してしまって、あ悔しいなって思ってたんですけれども、まあ不思議なことに今こうして和楽器を演奏する仕事をしてて、で、ああ私のルーツってもしかしたらその三味線とか佐野くどきにあったんかなって、あの盆踊りがやりたかったなっていう気持ちにあったんかなっていう思い出ですね。海外で特にヨーロッパとか中東とか、まあ、いろんな今まで行ったことのない国で公演させていただく機会があって、で一番びっくりしたのがやっぱり演奏が終わった瞬間に客席から
バーンとすごい勢いで皆さん立ち上がりはって、椅子がバーンって跳ね上がる音が全員同じタイミングでするぐらい、まあ、スタンディングオベーションってその時はもうすごくびっくりしたことがあって、やっぱりそういう思いを、あのよかったよっていう思いをストレートにこう反応してくださるっていうのも、まあ、日本でももちろんあるんですけど、なかなかまた向こうとのこの空気感が違うものもあって、そういうところでいろんな欧米の人たちにもヨーロッパの人たちにもこう育てられながら、和楽器のさらにこの魅力をあの自分の中で再確認して、まあ、いろんな国に行かせていただいたなっていう記憶があります。僕は大阪出身で、あの大阪の北の端の島本町というところの出身なんですけど、同じ大阪ですし南と北のあれなんですけど、まあ、この泉佐野の魅力、まだまだ、たくさんこれから勉強させていただきながら、さらに今も知ったこの泉佐野のたくさんの魅力をより多くの方に伝えていけるようにこれからも頑張っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、私はもう生まれた時からこう泉佐野市で育って、さっきも言ったんですけど、山もあって海もあって美味しい野菜があって犬鳴きポークがあって、で観光できる名所がたくさんあって、滝行とかいろんな体験するスポットもあったり、漁港があったりと美味しいもの本当にいっぱいあるんです。で何より泉佐野の人ってこう心があったかいんですよね。もうそれをこう全国いろんな人に知っていただきたいです。で魅力満載の泉佐野をもっともっと PR していけるようにこれから頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。4月7日日曜、総合文化センター敷地内およびレストラン泉の森にて泉の森さくらフェスタ2024が開催されました。総合司会は泉佐野市出身のシンガーソングライター、そして泉佐野市 PR 大使の万丈谷紗恵さんです。それではまず華やかなバトントワーリングから、泉の森さくらフェスタ2024元気よくスタートです。また会場内では地元ショップの飲食、物販ブースが集うアイフェスタも同時開催。ステージの音楽を聴きながら皆さんお買い物も楽しんでおられました。さて春を彩るステージイベント、まだまだ続きますよ。こちらはレストラン泉の森で販売されている開花期間限定のソフトアイス桜味です。さあ今からこちらでアフタヌーンコンサートが開かれます。サクソフォン佐藤博明さんと
ピアノ黒川裕二さんによる春や桜をテーマにしたアフタヌーンコンサート。皆さん趣のある春の調べに耳を傾けておられました。私の人と違うところを隠していられたら楽だよ。そうやって伸びた前が。さあ、まずはお疲れ様でした。ありがとうございます。2年連続の総合司会ということでどうでしたか？めっちゃ楽しかったです。なんか去年よりかはちょっとハキハキ喋れたかなって思うんですけど、あのファンの方になんかちょっと運動会の司会っぽいって言われてなるほど、そう聞こえるってことはハキハキ喋れすぎたと思って、途中からはちょっと流暢に喋るようにしました。途中であの2個の体験とかもされてましたけど、はい、新しい楽器に触れてみるっていうのはなんか触ってみないとわからないワクワクがありました。ちなみに3月13日に、はい、あのニューアルバムライトハウス、はい、どういった意味を込めたんでしょうか？まあ、そのまま東大っていう、あの私にとっての東大が、あのおじいちゃんおばあちゃんやなって思う瞬間があって、それはまあ一人暮らしを始めた頃ですかね、18の時に、まあ、遠くでいてもあのずっと変わらない存在っていうのが あるから頑張れるなと思って、自分のアルバムもそういう存在になりたくてつけました。なるほど。今度5月の8日に泉佐野市初の夜間中学校の式典にも出られるっていうことなんですけど、なんかね、私もこの校歌、あの皆さんで歌うところとかがまだ想像ができてないんですよね。一人で作って一人で歌ってるので、なんかみんなで歌ってるところを想像したらちょっともうすでにうるっとくるんです。早くない？結構歌うの難しいかもしれないので、もう頑張ってほしいです。なるほど。じゃあこれからも活動を楽しみにしてます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。佐野テレ。3月30日、泉佐野市文化協会創立30周年記念楽しい音楽祭がエブの泉の森ホール大ホールにて開催されました。第1部のセレモニーでは文化協会、美術連盟顧問、そして泉佐野市初の人間司法でもある創作和紙人形作家山中節子さんに感謝状が贈呈されました。さて今回の式典の第2部では音楽に焦点を当て、タイトル通り楽しい音楽祭が披露されました。さまざまな音楽ジャンルを楽しめるイベントだったんですけれども、はい、うんうん、振り返ってみていかがですか？はい、あのまず最初に和太鼓さん来ていただいたんですけども、あのやっぱりスタートにバーンと行ってほしくて、あの迫力のある、まあ、和太鼓でスタートしたんですけども、これを機会にして文化協会に入会していただきまして、あ、そうなんですね、20人増えたということになってすごくありがたい。
で少年少女合唱団は本当に歌声が爽やかで感動しました。でソプラノ歌手さんも何度かお聞きしてすごいいいなということで市民の皆様に聞いてほしくてっていうことでお願いしました。そのお願いするときに僕がお願いしたのが童謡とかねそういうのを入れてもらうとありがたいっていうことで最初何曲かやってもらったのもそれも良かったかなと思ってます。はい、今度5月に市民ギャラリー作品展っていうのは毎年恒例になってまして泉の森のギャラリーとレセプションホールを使ってやります。で9月の末にはチャリティーものづくりフェア、これ第3回目を迎えましてレセプションホールでやります。それも皆さんたくさん来て楽しんでいただいてますのでぜひ来ていただきたいなと思ってます。さあ普段お二人はそれぞれのステージで活動されていると思うんですけれども今日は姉妹揃っての共演ということでいかがでしたか？そうですね、まあ、一言で言うならば安心感。いくら普段離れていてもちっちゃい時から音楽をやってたので二人で舞台に立つのが一番安心します。そうですね、姉が言った通り安心感とあとまあ練習通りにはいかないこともいっぱいあるのでそういう時にあそういくならこういくよっていうのが割とあうんの呼吸でできるので一番いい相方というかすごい楽しかったです。そしてどん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 子どもたちが音楽好きになって大人になってからも頑張ってほしいと思いました。いやとっても上手だったし私は割と東京でオペラやってると、まあ、いろんな子どもたちと共演することも多いんですけれどももう全然その負けず劣らずとっても上手ですっごい落ち着いててとっても大きな声で歌ってたからちょっとびっくりしました。泣きそうになりました一緒に歌っててプロのソプラノ歌手さん2人と一緒にステージで歌えてとても貴重な体験になりましたし声量もすごいですけど声の出し方も全然違ってステージで一緒に歌っててもすごいなって思いながら歌ってました。本当に楽しかったです。私はまあ20年間日本離れていて、まあ、痛感することは音楽は国境を越える、どこにいても音楽があれば怖くないっていうのがあるので今辛い状況にいる方に音楽を通して、まあ、勇気を、ね、与えてあげたりできればなと思うので、まあ、音楽に国境がないっていうのをいつも考えながら歌っていきたいと思います。やっぱり音楽クラシックは特にこう敷居が高かったりっていうイメージがやっぱりまだ日本はとってもあると思うんですけれどもみんながどんな人でも聴きに来れるようなコンサートを目指してやっていきたいなと思ってます。音楽を通じて自分たちが歌で伝えたいことを伝えてそれを通じて音楽の楽しさっていうのを気づいてほしいなって思いました。わかりました。お三方ありがとうございました。お皆さん上手だったよね。コーラスもね本当楽しませてもらいました。生の声の迫力ってすごいですね。あれマイク使ってないんでしょ。いろんなね、太鼓でもう魂揺すぐられて子どもたちの歌で本当に楽しんで、で最後ご兄弟のハーモニーで本当にいい時間を過ごさせていただきました。来てよかったです。とっても元気もらいました。ありがとうございました。佐野テレ3月10日から24日まで開催されていた大相撲3月場所通称大阪場所に参加されていた雷部屋、この部屋の雷親方は本市と体育・スポーツ振興に関する協定を締結し、さまざまな連携事業を行っている日本体育大学の出身であり、また同大学理事長の松並健志郎さんが泉佐野市の出身で本市の特別顧問も務められているというご縁から、市内の土丸町会館を大阪場所の宿舎として設置、昨年から稽古に励まれています。さて最初にご覧いただくのは大阪場所の開催前3月6日に行われたふるさと納税返礼品の差し入れの様子、パートナー事業者から預かった人気のふるさと納税品、先週タオルやお肉、海鮮、お野菜、ビール、お菓子、加工品など幅広いジャンルの品をパートナー事業者に代わり泉佐野市が雷部親方にお渡ししました。いや本当昨年に引き続きまして今年もたくさんの返礼品を、たくさんありがとうございました。これを使わせていただきまして、
初日から10日から始まる初日からですね、みんながこうお客様に喜んでいただけるような相撲を取れるように一生懸命土俵の上で、暴れ回れるように頑張りたいと思います。この度ありがとうございました。いやもうあの空気も綺麗ですし、本当皆様ですね、応援してくださって声かけてくださってですね、いつも本当に居心地がいいです。はい、まあ、あの体の大きい子からこう小兵力士がいるんですけども、みんな一生懸命稽古してるんですね。あの体に合った、各それぞれですね、個々相撲が取れるようにこう今毎日稽古をしてます。初日に向けて。はい、また大阪場所の開催後3月25日にはJコム末広体育館にて地元児童たちとの交流会も開かれました。よいしょ、これこれ、いや今のおかしくない。引退する際に髪を切るっていうなら、音響って基本的に関取以上の地位がないとできないので、辞めるときだけはその多いとあの立派な最後姿で師匠に止めばさみって言って切ってもらうっていうのは、まあ、いろんな知り合いの方も来て切ってもらってっていう、まあ、そういう伝統行事といいますか最後の節目というか、はい、そんな感じです。はい、よーい、残った、まあ、力士を身近に感じてもらって、普段こうテレビで見たりすることがほとんどだと思うんでですね、本当力士を身近に感じてもらえて思い出に残ってくれれば、まあ、嬉しいかなというふうに思います。すごく相撲のことが知れたし、とても楽しかったです。なんか本物の志向みたいな感じがしてすっごい嬉しかったし、初めて志向とか踏んだのでちょっとびっくりしてました。簡単そうに見えるけどめっちゃ難しかったです。何回か親方さんに教えてもらったりとかして、ようやく大体掴んできたみたいな感じです。近くで見るのとテレビで見るのとでは大きさが全然違かったから、すっごいびっくりしました。すっごい優しい親方のイメージでした。全員でかかってやっと勝ったので、それぐらい力が強いんだなと感じました。貴重な時間を割いてくださった雷親方はじめ雷部屋の皆さん、今年の大阪場所は終わりましたが、また来年お会いできること、そして土俵での活躍を期待したいと思います。すべての市民が健康な町泉佐野を目指すと謳われた泉佐野市健康都市宣言、このコーナーではリンク総合医療センターを舞台に、さまざまな病気とその予防策を中心にご紹介していきます。生活習慣病予防の2回目、今回は心臓病と高血圧についてお話を伺います。樹慶さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはなんですけれども、病院の検査でもおなじみの血圧、これ定義としてはどういったものになるんでしょうか。はい、血圧なんですけども、血圧は心臓から全身に送り出された血液が血管の壁を押すときの圧力と心臓が縮んだり広がったりすることで発生します。血圧の値は心臓から押し出される血液量、心拍質量と血管の収縮の程度やしなやかさ、血管抵抗によって決まります。そのため血圧と心臓病は密な関係にあると考えています。具体的にはどのような関係性があるんでしょうか。はい、高血圧は心臓病の始まりと言われております。高血圧は無症状に進行するため受診行動には結びつきにくいのですが、放置しておくと狭心症、心筋梗塞になってしまいます。またそれが進行いたしますと心不全を発症し、良くなったり悪くなったりを繰り返しながら徐々に悪化していきます。そうなってしまうと患者様の生活の質は著しく低下いたします。ちなみに検査でよく血圧は測るんですけれども、数値としてはどのくらいが適正なんでしょうか。はい、血圧の数値目標は診察室血圧では140、90以下を目標にします。これはやはり先生の前だと緊張することがありますので少し高い目に設定しております。
家庭の方の血圧では135、85以下を目標にしていただいております。朝と夕の1日2回落ち着いた状態で座って測定をしていただくことをお願いしています。高血圧にならないために日々気をつけた方がいい生活習慣とかってありますか？はい、生活習慣の見直しは非常に大切と思っております。まずは減塩、1日に 6g 未満ということを目標にしております。あと肥満の予防や改善、摂取、禁煙、あとは適度な運動、バランスの良い食事、防寒対策や情緒のストレスのコントロールも必要だと思っております。逆にこういう症状が出たらすぐに病院で受診してくださいっていう状態とかってありますか？はい、先ほどもお伝えしたように高血圧は無症状になりますのでなかなか受診行動に結びつくことは難しいです。ただ心臓の病気につながってしまった場合は早めの受診をお勧めしております。そうは言っても心臓と早めの受診の行動というのを結びつきにくいです。例えば体重が数日で 2,3 キロの増加、息苦しさが増加した、足がむくむ、食欲がない、こういった症状は心臓の症状と結びつきにくいですが心不全の可能性があります。息切れがずっと続く、高血圧だったのに血圧が低くふらつく、急激に脈が速くなったり気を失いそうになる、横になっても息が苦しい、苦しくて横に眠れない、こういった場合は救急要請が必要な緊急受診になります。こういった症状をあらかじめ理解しておくと心臓病の重症化を予防できると考えております。わかりました。樹慶さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。佐野テレインフォメーション、5月1日から7日は憲法週間です。これを機に国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を定めた日本国憲法の意義を再確認しましょう。本誌でも街頭啓発や特設相談など憲法週間周知の取り組みを行います。人権や行政に関する相談に応じますので一人で悩まず気軽に相談してください。日時は5月2日木曜午後1時30分から4時まで、受付は午後3時30分までとなります。場所は市役所別棟プレハブ201会議室。申し込み不要、相談無料、秘密は厳守いたします。詳しくは人権推進課へお問い合わせください。紙類は品目ごとに分け、ビニールやガムテープ等の異物は取り除いた上、紐で十字に縛って出してください。新聞については販売店からもらえる排出用のビニール袋等を使用できます。段ボール、紙袋等を排出用の容器として使用したもの、異なる品目を一緒にしたもの、紙類以外の粗大ごみなどを混入したものは回収できません。古着は市販の無色透明な袋45リットル程度までの大きさに入れて出してください。また家庭で不要になった体温計、血圧計、ボタン電池など水銀を用いた製品の処分については直接問い合わせてください。詳しくは環境衛生課へお問い合わせください。作ってすぐに食べないお弁当は暖かくなるにつれて食中毒発生の危険性が高くなります。お弁当作りの際は菌をつけない、増やさない、やっつけるの3原則を守りましょう。1、菌をつけない。調理前や盛り付け前は石鹸でよく手を洗う。おかずを詰める箸、弁当箱は清潔なものを使用する。おにぎりはラップを使って握り、手が食品に直接触れないようにする。調理中にスマホを触らない。2、菌を増やさない。ご飯やおかずは十分冷ましてから弁当箱に詰める。おかずは汁気をよく切り、使い捨てカップに詰める。保冷バッグで冷やして持ち運び、早めに食べきる。3、菌をやっつける。おかずは中心部までしっかり加熱する。詳しくは泉佐野保健所衛生課へお問い合わせください。それでは次回も佐野テレでお会いしましょう。さようなら。